コンディションいいですか？もちろん。体もメンタルも。もちろん。うん。今日はスロースタートじゃなくて、いきなり行く。最初から。気をつけてくださいね。いきなり大クラッシュかもしれない。おはようございます。おはようございます。前澤友作フェラーリチャレンジ、2024ジャパンシリーズ初参戦となっておりますけれども、今日はついに初日を迎えることになりました。初日は朝から予選、そして昼から決勝という段取りになってますけれども、もうこのあと20分後から、予選が始まります。前回の YouTube でもお話しした通り、今回はエントリー台数が33台と、まあ、いつもの聞いたところによると倍程度の台数が出ているそうで、予選、つまりサーキット上に33台同時にこう、ラップタイムを出しにね、あの車が出ていきますので、くれぐれも安全には気をつけながら、素晴らしい予選タイムを出して、いいポジションからの決勝を迎えたいと思います。ちょっと予選っていうものについて詳しくじゃあプロから説明してもらってもいいですか？はい、今日の予選は30分間あります。で、30分間のうちいつこうピットアウトしてタイムを出してもいいんですね。で、自分が走った一番ベストタイムが、順位となって、その、33台の自己ベストで決勝グリッド、決勝スタートを決めるための予選になりますね。だから誰かと競争するんじゃなくて、本当に自分のベストタイムを出す自分との戦いになるのが予選の特徴です。まあ人によっては5周ぐらい走ってその中のベストタイムを取る人もいれば、しっかり20周30周走ってその中のベストを取る人もいる。もうここからすでに戦略とか戦術っていうのが始まってます。駆け引きが始まってます。我々は、はい、まあまだ秘密ですね、はい、で、まあ、結果が出てからどういうふうに走ったかっていうのはまた報告しますけれども、はい、まあ、目標としては、まあ、1分44秒台、まあ、うまくいけば1分43秒台が出たらいいなぐらいの水準で今日は走りたいと思います。で、そのぐらいで上がれれば、まあ、33台中、まあ、10位から15位ぐらいだから真ん中よりちょっと上ぐらいのポジションからはスタートできるのかなと思います。で、前回の YouTube でも説明した通り、今回は4クラスの方々が一緒になって走ります。で、当然僕はこの4クラス目に位置してますので、その4クラスの中では目立つ存在になれたら、まあ、1回目としては上出来なんじゃないかなと思います。はい、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。頑張ります。おはようございます。おはようございます。はい、9時から予選始まります。今日の予選のプラン、2周タイムタイヤを温めます。ウォームウォームでプッシュプッシュプッシュ、これでいければベスト。だからアウト、ウォームウォーム、プッシュプッシュプッシュで出ていくタイミングなんですけど、グリーンになった瞬間に結構な台数が出ていくと思うんで、そうするとクリアが取りづらいなと思うので、ちょっとウェイティングしようかなと思ってます。で、プッシュプッシュプッシュで終わる予定だけど、まあこのタイム出したらもう予選上がってもいいだろうっていう状態であれば、予選決勝のために、予選を早めに切り上げてタイヤ温存にしたいと思いますということで、ただ今日33台で初めてレースに出る方も、まああのここにもいますけど、予選中にですね、こうどういうことが起こるかちょっとね予想できない部分もあるんで、みんないつも通り実践持って動いていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ頑張ります。イエーイ。
3から46.5。そのまま行きましょう。そのまま行きましょう。はい、してないんですよね、前は。で、早めにブレーキして、で、入っていっちゃったんですね。さあ、これからってとこね。いやー、悔しいな。ねえ、悔しい。たった1回だよ、うん、悔しいな。と、あとはもう一つは、うん、レースまでに車を直さなくちゃいけない大変な作業が残ってて、思ってたよりもサスペンションがボキボキに折れてるの、前後とも折れてる。だから結構な、作業になるんで。ラックはどんな、ラックがいってると多分レース結構厳しいかなっていうね。一応今ラックエンドは多分折れてるんで、曲がってるっていうのが、なんで交換だとは思うんですけど、うんうん、ラック変えるって言ってたんで、ラックっていうのはハンドルこう切るじゃないですか、うん、切るときにこう中のこう めっちゃ長い棒がこう動くんですよ、うんうん、これ壊れたんで、あれを変えんの。ジンクスで言えばクラッシュのあと優勝だから、うん、ジンクスで言うというかそういうふうにちょっとプラスで考えてみましょう。インタープロテクティブエキスパートクラス、見事優勝はカーナンバー44ナブール山口選手です。
ケー、河野、ファーストです。お疲れ様でした。いるぞ。おめでとうございます。よっしゃー。第3位はコーンズ芝バナバ177前澤友作選手、どうぞお越しください。今クラストップ、クラストップもう一周。